おはようございます。おはよう。ちょっと昨日と画角一緒なんですけど、ごめんなさい昨日と画角同じだね、ごめんね。たったさん、ありがとう。おはようございます。フードキャワなんて、ありがとう。このパーカーはね、なんかフードが大きめなのでそこが好き。カメさん、クロちゃん、おにぎりさん、ありがとう。いいんだよマスクしても、ありがとう。クロちゃんおはよう、ペンギンさんおはよう。みんな起きてるねありがとう。のりさん、スミスさん、チャゲさん、たけしさん、インスタンさん、ありがとう。ジロさん、ありがとう。おはようございます。昨日はゆっくり、まあ過ごして、寝て、今日なんだかね、体が調子がいい気がします。昨日よりなんか疲れが少し取れたような気がする。そう、分かんない、気のせいなのか分かんないけど、なんかね、睡眠の質が良かったかも。まさたんさん、ありがとう。うん、朝起きてなんかスッと、体が軽く感じた、ちょっと。うん、日本に帰ってきてからかな。うん、なんかね、なんだろうね、ベトナムの時よりちょっと体が軽い気がするな。丸くなってさん、ありがとう。おはようね、皆さん。よ、朝からありがとう。今日は長い一日になりそうなので、朝配信しようと思います。時差ボケはね、大丈夫だけど、安心感あるかね、あるある。時差がないってめっちゃいいなと思って。時差がないのがマジで、そう。乾燥するからね。時差があるとさ、なんか2時間あったけど、まあ2時間しかなかったんですけど、なんか、あ、やばい、 SNS、 あのモバイルメールとかチャットとか、やばい、もう終わっちゃってるとか、あと5分だとか、そう、結構それを時間を気にして行動してたから、ちょっとその時差がないの結構いいね。アメリカ行った時やし、何ぐらいなんですかね、すごそう。おはよう。日本の時刻は適用されるの。
時刻は適用されます。海外でも。いや、12時間やば、すごいな。グシオさんありがとう。おはようございます。皆さんおはようございます。15分経ったら終わっちゃいますけど、今日って何曜日？今日月曜？韓国は日本と時差全くない。ないです。え、韓国ってえ、ない？1ミリもない。月曜日ですか、皆さん。今日月？昨日日？あ、今日月曜か。なんかさ、あ、すいません。マイク触っちゃってたわ。手でマイクのとこ押さえちゃってた。本家が上映、本家上映。ああ、なんだっけ。明日。そう、なんかベトナムにいる時に12月を迎えたので、なんかえ、もう12月なのみたいな、12月1日みたいな、そう、もう12月なんだっていう、なんかびっくりだったね。ちょっと早くて、気づけば喋り会までもうちょっと、意外とあとちょっとか。トシさんありがとう。そう、2023年もあとラス1ヶ月で、でもうそろそろクリスマスなのかって思うと早い、本当に早いね。そう、おはよう。なんだかんだ早すぎ、本当に。今年はどんな一年だったかな。皆さんね、また年末年始はね、年末はね、ね、振り返り配信でもして、年越しはマイハウステンボス
ハウテン年越しライブ、大晦日のライブ、ハウステンボスもねありますからね。カウントダウンをするのかどうかっていう、カウントダウンまでいるかどうかっていうのがねまだわかんないというか、そうなんかまだ聞いてるんだけどね、こっちのメンバーまだねちょっとわからないんだよね意外と。いや、いるとは思うんだけどどうなんでしょうね。マットさんありがとう。今年も充実してたと思うよ。今年も楽しかったですよ。みんなの、みんなから見た、みんなが感じた2023年の感想とかもね、ぜひ年末に教えてね。寒いよね、ハウステンボス。年末年始お仕事ね大変。はよう。高年期での実況配信今年はなしです、すみません。私は今年はね旅行に行ってるので、お正月はそうそう、ちょっとリアルタイムで見れんのかな、どうだろう、わかんない。正月にね旅行に行ってきます。朝からお仕事です。旅行いいね。旅行はね、できるときにしとかなくちゃね。ダメですよ。そう、できるときにしとくって。正月で宿題とかそう。まあでも。全然私たちなかったらマシかも。なんかもう私たちが特殊かもだけど、もう1ヶ月2ヶ月先の予定とかって全然わかんなくて、そう急に仕事が入ったり1週間前でもわかんない時あるのよ、スケジュールが。そうなってくると直前に撮った方が結構高かったりするんだよね。そうだから本当にお正月旅行の宿はもう2ヶ月前ぐらいから結構考えてて、そうなちょっと前にそうもう取ってたか予約したりしてたから、そっちの方が安いというか、まあうん、そうそう前から予約できるから、お正月はさやっぱ確定するのが早いから、年にそういう、そう年にさそういうすぐ予定が、あの休みが確定するとこってお正月ぐらいしかないんだよね、私たち本当に。だから普通にまあなんか直前にこう宿とか飛行機とか取るよりはめっちゃ前からそうお正月の飛行機とかホテルとか取れるから、そうそこはねいい。そうまあだから正月だからって言って高いか分かんない、でもまあ高いとは思うけど直前に取るよりは安いんじゃないかなって思ってる。平日とかの土日とかの直前に取るよりかは全然いいのかねって思います。1615ありがとうございます。明日で1616だ明日1616、じゃあ
キングを見ます。13位、丸くなってさん。12位、マットさん。11位、福京さん。10位、国翔さん。9位、ペッさん。7位、たけしさん。6位、のりさん。5位、まさたんさん。4位、クロちゃん。3位、ペンギンさん。2位、タータンさん。1位、イチローさん。ありがとうございます。1616、イエーイ。明日はね、今日は1615でした。みんなありがとう、朝からありがとうございました。頭が起きました、皆さんのおかげで。ありがとう。じゃあ一日頑張ってきます。みんなもお仕事ファイティン。じゃあねー、頑張るねー。行ってきます。バイバイ。